地中海モンクアザラシモノクスモノクスは、モンクアザラシ属に分類されるアザラシの一種。大西洋、地中海、アドリア海東部、エーゲ海、国海南西部体長230から280センチメートル。体重250から400キログラム。背面の毛衣は黒や褐色、灰色。覆面には、白い斑紋が入る。出産直後の幼獣は、 全長80センチメートル。全身の毛衣が黒い。食性は動物食で魚類、軟体動物を食べる。繁殖形態は体性。5から11月に海食道内の砂浜などで1回に1頭の幼獣を産む。授乳期間は6週間だが4ヶ月授乳した例もある。生後4年で生成熟した例がある。寿命は23年。ギリシャ神話に登場する。 セイレームのモデルになったと考えられている。地中海東部では、漁業と競合する外獣とみなされることもあり、駆除されることもある。乱獲、漁業との競合や根核人間による格乱などにより、生息数は激減している。ギリシャやモーリタニアでは大規模な個体群がいるが、他地域では個体群が小さく分散的、大規模な繁殖地である、 カボブランコでは1978年の洞窟の崩落により50頭が死亡したとされる。ありがとうございます。